どうも、このゲンタです。今回の30秒解説は、東工大のこの問題、AN イコールこれのすべてを割り切る素数を求めよう。まあこれ、仰々しい式なんだけど、すべてって見たら考えてほしいことがあって、具体的に実験して必要条件を絞り込むと、この問題で言うと、N イコール1を代入して計算すると、21で 3×7、N イコール2を代入して計算すると、329で 7×47、よってすべてを割り切る素数があるとすれば、7になると、よって AN が7で割り切れることを示していけばよくて、数学的機能法でも示せるんだけど、今回合同式で示していく。19は21を引いてマイナス2に変換できると、で、2の 4N-3 乗の部分は 2×2 の 4N-4 乗になるから、2×16 の N-1 乗、とよって16は14引いて2の n-1 乗、この部分がマイナスマイナス2の n 乗になるのでイコール0と、よって an が7で割り切れることが示されるので答えは7というふうになるわけです。以上。